どうも、毎日情報ブログ投稿系男子の TJ です。はい、ということで今日は早速、商品のレビューに参りたいと思います。今日紹介する商品はこちら、アドベリーサイダーフロムシーガーです。僕がね、大きくなったらね、お父さんみたいなね、お相撲さんにね、はい、ということで、アドベリーサイダーです。こちらの商品はですね、滋賀県は、アド川というところで栽培されたボイズンベリーというね、ものを使ったサイダーとなっております。まあね、色がすごく、まあ、アドベリーな感じな色はしますね。知ってる人は何人いるでしょうか。ちょっと果実成分がちょっとなんか浮いちゃってる感じ、沈殿してるっていうか、なんか浮遊してる感じなんですけど、果汁が 3% ですね。アド川というところはですね、まあ湖西といって、あの琵琶湖の西側、あれは比叡山のところがある方ですかね、の方に、あるところですね、アド川。僕の友達が、親しい友達が住んでるんですけど、結構太っちゅうのね。あとで。それでは早速飲んでいきましょう。アドベリーサイダー。どんな味なのか。まあ実は一回飲んだことあるんですけどね。アドベリーな感じがしますね。アドベリーな感じがしますねって言いたかったんですね。喉の奥で香る香りがすごく、こうなんていうんですかね、よくあるブドウジュースみたいな感じの香りの酸味が強いと感じの香りが鼻の奥でする感じですね、ほのかに。まあなんていうんですかね、市販で売られているようなまとまった味ではなく、ちょっとね、なんか荒削りの部分が多いんですけど、はい、ということでね。チャ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 、あの僕はおにぎりが好きなんだな。ということで今日はこの辺で、それではまた会う日まで。チャ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 、サムサムとコメントよろしく。1、おー、やっぱりしてみる。